リモートニュースの時間です。気になるものを調査せず帰ってきました。先日何気なくドローンを飛ばしていたところ、山奥に建物を見つけました。調査しようとしましたが、撮影部隊は暑さに負け、映像越しに眺めて帰ってきました。6月なのに真夏のような暑さだったようです。以上、リモートニュースの時間でした。